デンジャラス。ドライドライドライ。うわ、アッサー早い。こんばんは、今日は来ましたよということで、アッサー。あ、なんでこれバイクかな、アイコン。これバイク？ん？バイク。バイクか、かっこいいのは自分のかな。買いたい、それとも欲望かな。かわこちゃん、こんばんはということで、ね、こんばんは、かわこちゃん。ちょっと待って、10枚です。はい、そろそろ始まります。3、2、1。あ、FEC チューンド、 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 FEC チューンド。KY デンジャラスのデンジャラスナイト。さあ始まりました、デンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコウタと中地と慎太郎です。はい、お願いします。先週に引き続き、2週間連続のね。はい、大丈夫、暇なんすよ慎太郎は。暇だけど、はい、しかも今俺がマイク上げたらちゃんと顔映るところに移動してるプロやし、もうプロだな。 FM 機能はお前5年ぐらいやってるやつだ。大事だからな。ごめんな、いい位置が見つからんね。ちょっと慎太郎、そこは工夫しといて。死にかぶりやし、どうにか工夫して。死にかぶりやし、あ、こうか。あ、来た。はい、ちょっと歌手っぽいけど、かっこいい。はい、ということでですね、うん、今日もですね、1時間楽しんでいきましょうということでね。はい、ラムさん、はい、こんばんはって来てます。こんばんは。あ、じゃあコメント読んでいきましょうか。はいはい、みんなありがとう、うん、早いね。ラムちゃんこんばんはということでね、ありがとう。今日も、はい、あ、すごいね、ラムちゃん。あ、アイコンすごいね。二人で多分プリクラ映ってると思うけど、がっそり削ってる。あこれはちょっと。あ、でもやっぱやばいんじゃない。かわいい、かわいい感じですね。友達がブスなのかな。いや違う、わからないですけど。ブスなら逆に乗せるから。あ、逆に可愛いかもしれない。なるほどね。はいはいはい、もう一人の相方が可愛いのかもしれない。はいはいはい、もしかしたら、ね。嘘。スプリームさん、ハイサイということで、ハイサイ。いつもありがとうございます。ありがとうございます。ね、東京からね、はるばる。はるばるって言ったら来てるみたいだけど。マリンちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ありがとうございます、マリンちゃん。愛知県のユーミンさんもね、いつもありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。このアイコンがいつも可愛いんだよね、これ。マリンちゃん、コンティニコン、ありがとうございます。 ありがとうございます。中田猫さん、こんばんにゃーす、ということで、こんばんにゃーす。ね、今日もなんか写真とかいつも投稿してくれて、ツイッターに。ありがとうございます。本当にゆうとさん、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。ゆうと、こんばんは、今夜もよろしくお願いします。名護まで来てくださってありがとうございます。あ、そっか、ゆうとって名護の人なのか。あー、この前名護公園来てくれたけど。 あ、そうなの。名護公園来てくれた。え、米軍基地、うん、来てたんだ。うわー、すごい。そう名護の人なんだ。ありがとうね、ゆうと。すごい、ね、KY チャンネルメンバー探してた、ずっと。そう。え、俺一回も声かけられなかったの。受付にいて。あれ、あれ、なんで。あんま好きじゃないんじゃん。うそー、マジで。そうしけるわ。ラムちゃんね、コンティニーコネット。ありがとうございます。ちょっと、カメラ、カメラ前に、ちょっと前にしてもらって、ごめんなさい。カメラ位置ちょっと、そう、カメラ位置をね、いじりますか、いじりましょうか。ああ、ズームアップした。あ、ありがとうございます。表情見えるわ。いい、ありがとうございます。ありがとうございます。ということでですね、はい、うん、どうですか最近。ああ、どうですか最近っていうのはあれだけど、まあ梅雨も明けてね。はいはいはい、いや、もう暑いっすね。ジメジメするね、やっぱね。先週じゃないか、一昨日かな、一昨日の話なんだけど、はいはいはい、この事務所の先輩たちみんなと打ち上げ、はいはい、打ち上げあったんだよね。で、事務所で俺しか行かなかったやつね。お前だけ行かなかったやつ。うん、あ、そっか、俺だけ行かなかったやつ。うんうん、そうちょっとね、いろいろあった。はいはい、で、うん、1次会までは良かったんだけど、うん、はいはい、2次会まで行ったんだけど、はいはい、2次会がね、俺もう全然記憶なくて。どういうこと、どういうこと。で、後から聞いた話、うん、もうめっちゃもう申し訳ないっていうか、なんなんなんで。いや、もうお前暴れてたよ、みたいな。あ、やばい、もうほんと申し訳ない。はい、やばいやつさ、やばいですね、これは。いや、ほんと俺、あんま覚えてないんだけど、うん、先輩から言われたのが、うん、一番年上の先輩、金城さん、うん、44歳ぐらいかな、の人の頭をずっと叩いてたって。うーわー、やばこれ、やばいよね。
これをゾッとした俺、本当にマジでゾッとした、ずっと叩いてた。まあはいはい、やばいな。まあその話した後に、うん、まあ、俺の話はちょっと可愛いかもしれないけど、うん、俺あの最近原付よく乗ってて、うん、まあね、俺移動も原付だから、はいはい、原付乗ってて、この原付飽きてきて最近、うん、音楽も聞けんしね。で飽きるってなんだもん、うん、で趣味が移動手段飽きるってなんだ、この通りかかった高校生とか、うん、まあ大体同世代ぐらいの人たちが横通りかかるさ、ブーンって走ってるうち、うん、俺が白目向いて、うん、わわ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 わって言いながら横通り過ぎるっていう、まあ、ちょっと悪趣味だけど、で、そう、急にさ前から原付がさ白目のやつがうわわわってやつがうんって通り過ぎたら怖くない？めっちゃ怖い。で通り過ぎるべよ、うん、でサイドミラー見たら、うん、ほとんどみんな振り返るべよ。やばいやばいやばい、あいつみたいな。それをそのサイドミラー見て、うん、めっちゃにやけるっていう、うわ気持ち悪い。趣味があるんだけど、趣味があるべよ。めっちゃおもろいべよ。楽しくないだろそれ。みんなも驚愕の顔でみんなうっ、そうだよ、見るのをサイドミラーで見るのが好きなの。やばこいつ。で俺今日も原付乗ってて、うん、お昼、うん、またあわわわってやったら、うん、その高校生3人が、うん、あ、KY デンジャラスの高校生、うん、終わった終わったやばい、そうなるだろいつか、うわと思って、うもうやばいさ。もう KY デンジャラスコーダが原付運転しながら白目向いて、うわうわうわってマジやばいさ、一人でなりってるやしや、終わったの。やばいなそれは。ダメだろそれ。 KY デンジャラスコーダさんだーってみんなで言って、うわと思って本当にはずっていう。そう、俺ツイッターめっちゃチェックして、やばい、コーダさん絶対なんか薬やってるやつさとか、つぶやいてたらどうしようと思って、まあまあ大丈夫だったけど、絶対そう思われてるって。なあ、一人でよし白目向いて、いや友達といたらまだしも一人でしょお前。そう一人で。いやでも俺めっちゃそういうの好きなんだよねとか。暇人だね。今はやめたけどさすがに、うん、高校3年生の頃の趣味はバイク乗ってて、ちょあの夜暗い道で、うん、あのなんか女の人、まあ、女の人っていうよりはなんかまた これも同世代ぐらいなんだけど、うんうん、かちょっと上ぐらいの人が歩いてきたら、うん、この先気をつけた方がいいですよ、ブーンって。俺の趣味これを、これも思う。お前ブーンってきて、この先気をつけた方がいいですよ、ブーンって言ったらサイドミラー見たらまたほとんどの人がこう振り返ってる。あれが本当に嫌だマジで。ちょっと楽しいんだよな。なんだわそれ。そう、よくやろうと思う、ね、バイク乗りすぎてちょっともう悪趣味みたいなのが出てきた。なんだわそれ。いや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 、うん、たくさんバイク乗ってる人絶対そんなことしないよ。なんか歌うとかあるさ。あー大声で 歌はめっちゃわかる、うんうん、大声でね。ああいうのはもう飽きたって飽きたんだん飛び越えてしまう。あー、うん、若いんだ。若いもう若い若い全然若い。次の段階はもう、うん、通行人を驚かす。幼いけどな。幼いよなこれ青春年代。相当な。じゃあ一人でやってるっていうのがきついやつさ。あと4年ぐらいはやろうと思う。4年長っ。あ、なんかいっ、まあ、そこまでいかないのもやるよ。なんかヘイヘイとか。いや、でも結構返してくれるばい。いや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 、原付でしょ。ちっちゃい子供にやるのも好きで、なんか、まあまあ、急に手とか振ったら、ちっちゃい子供可愛いからめっちゃ振り返すばい。ちっちゃい子はな、面白いそれが。純粋だから、うん、どっちか、もうこいつやばいやつだって言って逃げるか、うん、俺本当にねえ、俺もし俺が知らない人にそんなことやられたら警察に通報するいや普通に不審者なあ。ねえ、俺も通報するはず。ラリってる人とかいたら、だろ白目向いてくる。飲酒運転じゃないさ絶対。ラリってるさ絶対。ラリってるよな絶対。ああそうだね。でも、うん、そういう経験ない。俺小6ぐらいの頃も、うん、なんか公務員住宅ってじゃあ住宅があって団地みたいな、うん、そこにちっちゃい子供がいっぱいいて、うん、まあ俺子供好きだから子供喜ばそうと思って、うん、なんか角からなんか小学生ぐらいがバッて出てきたから、うん、俺その時小6だったんだけど、なんかなんて喜ばそうと思って、うん、うわーって言ったのよ。そしたらその小学生低学年ぐらい、うん、あ5歳ぐらいが、はいはいはい、キャ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 って喜ぶ、うん、逃げるさノリで、うん、でわ楽しいなと思って2人で、うん、知らない子だけど、うん、またうわーキャキャキャうわーキャキャって言って最後うおーって追いかけたら、うん、角からお母さん出てきて、うん、なんであんた急に。いや俺も何も言えやすい。なんかいやのなんかあっちが求めてるんですとも言えんくて、うん、翌日あのなんか全校集会みたいなやつ。うわー石峰小学校なんだけど、僕たち小学校の生徒が、子供をいじめてるって規制を発して追いかけてくるって言って、まあ確かに規制を発して追いかけてはいるさ。でも、うん、
けど分かる、まあ捉え方だよね、うん、まあまあまあな、捉え方、ね、でもかといってなんか子供がさ、うんうん、言わんさ、はいはいはい、うん、これね、僕が楽しい、僕が喜んでくれるからこの兄ちゃんやってるんだよって5歳児が言わんやん、うん、もう俺ただただもうやばいな、ただただもう俺やばいやつみたいな、変質者、うん、ただただよく反省しないね、そうそうそう、全校集会にもなってるのに、うん、小学校から変わってないんだね。捕まる年だよ。確かにね、うん、あ、お前ら趣味とかある？なんか趣味ってちょっとした変わった趣味とか。あー、でも一回だけ昔、はいはい、全裸で車運転したことがあっていやもう洋服がなくてよ海の跡とかってこと、うん、そう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 、うんうん、ゲッチョンゲッチョンで、はいはい、真夜中だったし、はいはい、まあ、いいかなと思って、うん、運転したんだけど、うん、めっちゃ楽しかっためっちゃ楽しかった終わり何のエピソードバス、お前さ、バスとか来たらどうするの横に、あ、バス車高高いからさチンコ見えるやん、あ、やばいな、あ、考えてなかった、お前の車高低いやん、あバスとか、あ、怖いな、観光バスとか来たら、うわ、怖い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 、全員が怖いチンコ見えるやん、怖いな、うわ、もうやってないですけど、うん、うわー、でもその時はたまたま通らなかったからよかったけど、怖いなそれ、怖い考えてなかった、危ないね、なんかおすすめしたい趣味とかある？趣味？俺あって、うんうん、なんかこう一直線の道、まあんまり車が通らない時間帯か、うん、車が通らない一直線の道歩いてて、うんうん、遠くからブーンって車来るやん、うんうん、5台連続女性ドライバーが運転してたら勝ちっていうゲーム、これ楽しいあーでも分かるかも、楽しそう、楽しい、楽しそうで、俺一回奇跡が起きて、うん、もうこれ小6中1ぐらいからずっとやってるんだけど、うんうんうん、暇になれば、うん、一直線の道があれば、あ、やろうみたいな人、うん、なんか1台ブーン乗用車来る、うんうん、女の人、うん、おっしゃ2,3,4 連続で来る、はいはいはい、全員女の人、うんうん、来たみたいな、あと1台女の人が来たら俺の勝ちやすさ、まあ、うん、まあ、俺がだね、なんていうの、誰と戦ってるか知らんけど、自分ね、って言ったらタクシーが来たばよ、あ、うわー、うわーってなって、あ、おっさんやすさこれ、うん、と思った時にタクシーが女の人だったもん、おばさん激アツだって一人で一人でねって、うわーってラリってるやしやっぱラリってるやしそう、これやってほしいみんな、あー楽しそう、これ楽しい、楽しそう、うん、それはでもまあまあ誰にも迷惑かけないからいいかも、ね、うん、俺もやってるよそれだったら、あー、マジで、お父さんと、まあまあ、今はあんまやってないけど、はいはい、父さんと出かけた時には、うん、次トイレから出てくる、わかる、はいはい、こう出てくる人が、うん、ショッピングセンターとかね、そうそうそう、はいはい、男の人か女の人か当たったら1000円みたいなええ、お前さ、いやもう本当にお前さ、ちょっと遠慮して1000円って言っただろ、俺この話聞いたことあるけど、あ、もう1000円じゃない、1万円やす、いやもう本当にやるよマジでだんだん上がってよくさ、1万円とか1000円、5000円、1万円、きつい、じゃあこいつらの金銭感覚、金はやってないよ、今やってないけど、あ、今やってないけど、あ、まあ前は、いや昔でもありえないからあ、でも俺も車運転しててはい、はい、信号で止まるさ、はいはい、そしたら隣に来た車の人と、うん、目を合わすまでずっと隣見て、あっちが向いてきたらはにかんで会釈するっていうのをやってたえ、一人じゃないよこれは、一人じゃないよ、友達だよ、あ、外国人やし友達、変山とよくやってた俺、会釈するっていう、アメリカ人がよくやるやつアメリカ人の笑顔で、ああ、でも移動手段でね、うん、こういうなんか何かしら遊びがあったら面白いね、うん、ああ、なるほどね、趣味、事故ったらダメだけどね、事故ったら終わりだよね、一人でやるっていうのはきついな、やばいな、本当に、うん、誰とも共感できないさ、うん、小学生の頃とか絶対みんなやってたのあれさ、石ころを穴に、うんうんうん、学校まで、はい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 、勝ちとかはやってた、あー懐かしい、うん、あ、これはみんなやるか、あとあれ、石ころ、なんていうの、この段差、歩道、なんていうの、あー、歩道と車道の間の、そうそうそう、はいはいはい、あそこ乗って落ちたら、落ちたらサメみたいな、あー、そうやってた、サメみたいな、あれやってたね、うん、俺もやってたわ、俺小学生の頃ずっとあれやってた、サメいないよやって言って、うわもうそっちがあった、本当に嫌なんも楽しくないよや、うわーいるわ、引くみたいな、うわいたわこういうやつ、じゃあ一回俺落ちてみるか、はい落ちた、なんもないって、うわーいたー、やっぱあのノリを崩すやつね、いたー、こういうやつ、はいはいはい、全然面白くないやつ、あ、まあでも確かにそうだけどね、まあな、うん、まあでも小さい頃そんなんで盛り上がってたからね、うん、小学校の頃盛り上がるっていうか、うん、なんか笑い取ってたやつない、なんか俺今思えば面白くないけど、うんうん、俺小3の頃やつさ、うんうん、俺今からちょっと
あの長い旅に出てくるって言って、うん、どこに行くの？トイレってやつで1年間爆笑取ったの。クラスで天下取ったの。クラスで天下取った。あ、でもそんなもんだよね、しょうがない。クラス一番俺面白いやつ。みんな卒業式ぐらいまで受けつ、ずっと。あ、卒業式っていうかこの卒園、あ、最後か、うん、終了式まで受けつ、今思えば面白くないけどね。あ、でも俺小学校の時、うん、この全裸になって、全裸にしかなってやし、小4の時全裸にしかなってやし、全裸になって体育着替える時とか、うん、みんな一緒さ、はいはい、全裸になって、うん、で女子を追いかけ回して、はで女子も、え、嫌だみたいな、ガチで嫌っていうよりかは、あ、まあ、まあ、その頃はチンチン可愛いからね。 まあ、で、あの、こんなやつだから、もう、なんていうの、30人ぐらい女子追いかけ回して、うん、ヒーローになった俺。本当本当に。あ、ヒーローにはなってんけど。いや、めっちゃ人気者だったよ俺、女子から。全裸で追いかけるって、うん。全裸で追いかける、追いかけて、うん、そうそう、小4ぐらいの時。それでヒーロー、ヒーロー、ヒーロー、うん、ごめんね。上等賞だけか。ただただ気持ち悪いやつ。上等賞だけか。なんでだろう、なんで追いかけてたんだろう。そういうのあるよね、うん、俺らの、俺小学校にもいたな、全裸で女の子いるでしょ、一人は。ちょっと引いてたやつさ、でもちょっと、上等賞レベル低いからかな、うん、まだ精神年齢が低いからな。まあ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 、この辺にして、うん、じゃあ一つ目のコーナー行きますか。はい、行きましょうか。 KY デンジャラスのデンジャラスナイト、一つ目のコーナーはアンケート調査。急に声でかいということで、はいはい、このコーナーはですね、はいはい、あるお題に対して僕たち KY デンジャラスと、はい、今日慎太郎がね、はいはい、ちょっとアンケート機能を使って調査していこうというコーナーです。そうですね、はいはい、今日のお題が、イエス、付き合うなら年上年下。そうですね、というこれ男女別でね、これ男女別でね、うん、リアルで。じゃあ中地から言っていく。あ、男目線でいいですかこれは。まあそれはもちろん、うん、自分が、俺は、はいはい、絶対年上と付き合った方がいいと思う。へぇ、女の人は、付き合ったってか付き合いたいってことね、年上と、うん、がいいってこと。へぇ、俺逆やっす、年下やっす。俺も年下。へぇ、年下、うん、慎太郎も俺年下。年下と付き合いたい、うん、ロリコン。へぇ、おい言い方、年下イコールロリコンではない。ちょっと皆さんもね、うん、あの男女問わずちょっと上か下かだけ、そうですね、コメントお願いします。コメントしていただければちょっとみんなで討論するというか。年上がいいけどな俺は。俺は下だな、下だな。じゃあ年上のいいところ、いいところ、うん、メリット、大人。もう大人。お前なんか一人よらんそれ。いや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 、もう汚いさ、俺なんか同級生。おい、やばいな、おい、もう嫌われちゃう。お前、全裸で追いかけてるやつ。汚いとか言うな。ラムさん、年上と付き合いたい。あ、マリンちゃんも年上。いや、女の子はね、うんうん、年上が多いよね。あ、だから、多いと思う。今、俺、リアルで少子高齢化が進んでる理由、うん、まあ、少子化が進んでる理由は、リアルでこれだと思う。最近の男は、上付きが多いもん。多い、多い、めっちゃ多い、俺なんか。今まで、俺らの両親って、うん、大体あれやん、男年上やん。そうだね、お父さん年上で、お母さん年下が多いさ。お前の両親もそうだ。いや、同級生。あ、まあ、それはいいわ。それはいい。俺ね、俺、お前も、俺も、俺も結構多いやん、それ大体。あ、でも今年の差婚とかあるからね、今、うん、男が年上好きで、女は昔と変わらず年上好きだから、うん、この、もう全員が上を向いてる、上を目指してるわけね。もう、合わない、謎の現象が。あ、うわ、もうコメント切ってますね。カーコさんも年上ということで、今のところ女性陣全員年上の男性と付き合いたい。あ、でも中田猫さん、年下と付き合ったことないので年下と付き合ってみたい。おお、来た俺これ。でもまあこれは今日なんか好奇心みたいな、うん、あー、シュプリームさん、年上か、うん、シュプリームさん、はいはい、男性ですかね。シュプリームさん男性、お父さん理想は年上、現実は年下。あー、いや、年上だけどな。そっか、確かに俺もこれかもな。確かに。あー、あ、そうなの。ちょっと年上は夢みたいな。あー、あー、夢ちょっとあるかも。夢みたいな、うん、あ、そっちなんだ。確かに現実は年下。へ、いや、でも俺は下もいいな。下がいいかな。いや、下ってさ、もう引っ張っていかないといけないよ。付き合うんだよ。まあまあまあ、うん、じゃあさ、俺たちが今30歳だとして、あー、うん、じゃあ10個下、10個上。あ、そりゃそうか、うん、10個下、さすがに。そりゃそうか。あー、いやー、俺は年上かな。じゃあ逆に、じゃあ俺らの、俺たちのデメリット言って、じゃあ教えて。
まずね、はいはい、もう責任感が強い。あ、男が上だったら、ああもう責任感が強すぎる。それが嫌ってこと？うん、いやいやいや、もう引っ張っていかないといけない感が強すぎる。そんな感じないでしょ。いやいや感じる。だから甘えたいから。え、あでもぶっちゃけセックスとかに関しては、ああ確かに年下とセックスって結構あれだね、責任感。嫌でしょ感じ。あいや、だから俺たちのシェアハウスメンバーの偏山が、まあ、俺たちの1個下なんだけど、さらに1個下年下と付き合ってて、うん、初めてね、うん、これまあ言っていいか分からんけど、まあ、言うけど2日前に初めてセックスしたんですよ。いいの？うん、偏山童貞卒業、うん、偏山童貞卒業したんですけど、バレんければいい、まあ、そうバレたらやばい、バレたらやばいな、バレたらやばい、多分今家で聞いてる。聞いてたらマジで、やばいやばいやばい。 でその彼女に言われた一言が、早漏って大変だねって。うわ怖い。嘘、早漏だったんですよ偏山が。怖くない？で偏山ちょっとおもろい話が、偏山童貞卒業したんですけど、うん、あのマンコをずっと触ってたらしいです、うん、ずっと、マンコ、穴をね、うん、ずっと20分くらいずっと触ってて、20分経ったぐらいで、うん、女の子が、その彼女が、うん、さっきから触ってるの、それ肛門だよって。マジか。さっきからヘンツさん、ずっと肛門触ってるよって言って、あいつは肛門をアナルだと、アナルじゃない、マンコだと思ってずっと触ってた。マジかー。あいつはだからなんかキュッてしてるから、なんか分かる、穴に入れさせてくれないと思ってずっとクリトリス探してた。変さーで、受けるのがあいつ20分間全然濡れんやつだって思ってたんで。肛門そらな、そらそうだよ。なんでこんなパサパサ。それでもちょっと可愛い、可愛いな、ちょっと可愛い。それ年下にやったらきつくない？まあまあ今はないけど、はいはい、引っ張っていかないといけないさ、はいはい、まあ、体の相性も、はいはい、もうコウタとか早漏さ、あ、うん、あ最近ちょっと公然改善しつつある。だから年下だから、あ、まあね、完璧じゃないといけないっていうか、まあ、セックスに関してもデートとか引っ張っていく。俺は逆に年上それ感じん、うん、いや感じないよ。いや年下はまだだから、まあ、今の年齢からしたらだけど、うん、まあ大体、あ、もうちょい上に行ったら少女も多いしね、うん、逆に俺例えば4個上5個上セックスするとき、うん、怖いんだけど、自分が知らないなんか知識がありそう、ああ経験してないなんか。いやだからそれが俺は一番いいんだけどね。なんかここ気持ちいいよって言ってる、なんか分からん、脇のなんかちょっと下とか触ったら、うん、なんか精子めっちゃ出るみたいな。うおわからんけど、なんかなんかのツボみたいな感じだ。ああそれが良くない。なんかお前はだからちょっとやっぱあれなんだな、こいつは。ちょっと、まあ、M っていうか頼られ、あ、甘えたい、甘えたいみたいなのがあるから、うん、年上がいい、年上のお姉さんがいいな。じゃあセックスじゃなくても生活面で、うん、だからデートとかもそうだけど、うん、まあ確実に年上の女性ってね、もう一通り何かしらいろんなこと経験して、セックスにしろ、うん、付き合うにしろ、もうだいぶ落ち着いてるっていうイメージがあって、俺は嫌だな。なんか合わせないといけないって感じしない？あ、上の人、あっちがだからあっちが大人っていうかあれ好きで、逆に嫌だな。嘘、自分も大人にならないとみたいな、なんかこう、うん、無理に言ってしまうかもしれない、俺だったら、あ、いや俺も気使うな、うん、嘘。ということでコメント読んでいきましょうか。はいはいはい、ユーミーさん、愛知県のユーミーさん、私は上としてどっちでもいいっすって言って、まあ、結局ね、まあ、そうなんだよね、結局は。確かに、いや、俺下はありえん、俺は下はありえないよ、ありえん、ないない、絶対ない。じゃあ、年下がセックスしようって、やるよ、やるんかい、やるだろ、それや、それはやるんかい、やるだろ。妹がいる、あれかな、あ、そう、それでかい、あ、それでかいわ、妹関係してるかもね、そっか、そう、だから俺2個下、1個下の妹がいるからか、うん、妹いるから妹にしか見えないの、あ、それあるな、弟、俺たち弟しかいないから、それあるでしょ。だから俺高校生の時に、あの女子高校の1個下の女の子をちょっとね、 LINE でしかして、うん、しかしてた時期があって、うん、はいはい、でなんか遊びに行こうよみたいな感じで言ったら、はいはい、すいません、中地さんの妹と私めっちゃ仲いいのでちょっと厳しいです、うわ、なえるな、うん、なえるな、あ、多分これだ、これから年下が無理になったかも。あれやさ、お姉ちゃんいる人、確かに年上無理っていうやつ多いな。あ、あ、で俺お姉ちゃんいるけど、
まあお前お姉ちゃんだいぶ上だから。じゃあお前のお姉ちゃんはだから風俗嬢だから。だから違うってば、ね、大阪で今風俗嬢だから違うってば。最近俺のお母と妹がお姉ちゃんの大阪のところに行って、うん、なんか中地家の LINE でちょっと写真を送ってきてたんだけど、うんうん、シカブスだったやつ。ビビったマジで。マジでお姉ブス。タトゥー、タトゥー入ってる。タトゥー入ってる。何っけ、タトゥー入ってる。何のタトゥーだっけ。わかんないけど一応背中にめっちゃと足とかね。だから俺の予想風俗やってるのかなって。やってるでしょ絶対。確定ではない。え、自分の家族が風俗やってるって一応きついからさ。名前、名前、何名前。ゆりか。やってるなんで。名前でわかる。名前関係ないだろ。ゆりかって名前。名前関係ないだろ。あ、キリン屋さん。キリン屋さん。高橋、高坂キリンさん。はいはいはい。付き合えるならどちらでもあー、まあまあまあ確かにね。あ、童貞が言いそうですよ。だからよ。めっちゃ童貞が言いそうだから。ゆうとさん、これは難しいですね。難しい、これは。あ、選べないのか。中手猫さん、おめでとう。多分偏山の童貞卒業。あ、おめでとうですよ、本当に。肛門、肛門って呼んでくださいね、あいつ。ダメ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 。本当にダメダメ。シュプリームさん、指がおいに。おいに、おいに。あ、だからこれも年上の人にしか通じない。あ、まあそうか、それ技、必殺技的な感じじゃない。中田猫さん、ギャハーということでね。ありがとうございます。スプリームさん、早いうちに経験豊富な女性にお手合わせいただいたら役立つよ。ひろみさん、中地は可愛がってあげたい感じだからね。あ、そう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 、可愛がられたい。可愛がられたいのか。可愛がられたい。あ、でも確かに母性本能というか、年上、俺一回年上女性と付き合ったことあるんだけど、一個へのミスと、うんうんうん、ね、51か、うつこ付き合った。写真俺まだ持ってるよ。いやもう捨てれ捨てれ、振られたから。俺もちょっとあるよ、内容、メール内容ある。捨てれそれ。メール持ってんのお前。メール内容。やめやめお前。メール内容あるよ。いいわそれ、もうめっちゃ楽しい時代し。そう、その人、俺その時、俺キスもしたことなくて、うん、もちろんセックスもしたことなくて。あ、お前が？俺が。はいはい。ちょっと俺やっぱ男だから、うん、まあ、年下であったけどちょっと強がってから、うんうん、分かるようじらしてから、うん、やってたね、うん、初めてのチューとか、はいはいはい、やってたら、うん、その女がベロとか舐め出してから、うわベロいいやん、めっちゃイキイキ、いいやん、清楚キャラよ、しかも、うん、いいやん、俺その時にやっぱ先輩すげえな、いいやし、めっちゃだろ、うん、俺その時は思ったからだろ、俺いいだろ、うん、で、そうだもん、それをまた自分が学んでやるんだよね。うんうんうん。ああ。いい技術上がるから、ね。年上。あ、こっち側じゃない、今2対1じゃない。ね。いやでも俺年下だな。ええー、嘘。もう分かった、俺、俺、ぶっちゃけ言うわ。うん、俺ロリコンだから。全然。まあまあ、ね。ああ、うん。俺4個下ぐらいまでいけるから。いやー、4個下か。あ、人によるよ。大人っぽい4個下であるけど。そうだ。慎太郎はどうなの？俺は普通に下で何個までいける？4個はさすがにいけないけど、2個ぐらいかな、頑張って。いや多分ね、俺ももっと年と30ぐらいになったら5個下6個下いけると思う。まあまあまあ、30とかだったらね。でも俺らの4個下ってもうちょっと、まあまあ、なんていうんだろう、51とかか、きついんだろう。51、中3、まだ収穫時期ではないかなっていう感じ。未熟、ちょっと臭そうだもん、ね、臭そうではない。どういうこと臭そうって、なんか臭そうなの。1212って言いながら走ってる、うん、女臭そうだ。あー、でも俺臭いの好きだから。人によるけど。あ、まあ俺もなんだよな。臭いの好き。臭いのいいんだよ。待って、どういうこと。汗かいてる女子、うん、汗かいてる女子超いい。着地点かよくわからない。ということで、これアンケートしていきましょうか。じゃあ男と女のあれには今日ね、4つにしますか、うん。中田猫さん、中地さんは甘えん坊なんだねと。あ、もうずっと甘えていた。あ、もう気持ち悪い。ずっと甘えていた。気持ち悪い。どんな風に喋るの、甘えてる。正直に言え。にゃんにゃん。え、キモ。本当になんか一回俺にじゃあハグしてって言ってみて。じゃあ俺にちょっと甘えてみて。それでなんかテレビとか見てて、うん、はいはい、ちょっと徐々になんか揺れ出して、うん、はいはい、ハグしたい。死ね。本当ごめんなさい。グロいよな。グロいよな。ちょっと。グロいよな。じゃあこれ放送事故くらいグロいよな。やばい。ちょっと気持ち悪いよな。ちょっとあれでしょ。だから
で、反応したいって言ってサイドミラーで振り返ったやつ見るんですよ。違う一緒違う同じ分類だ。バイク乗りながらやってるわけじゃないから。なら分かるけど。違う、いや、分かるな。分類だな。分かるんだ、それだったら。なぜか拍手が起こってるんですけど。中田猫さん、エッチの時も甘えるわけって、あ、もうめっ、あー、でもエッチは違いますね、うん、僕、あ、まあ、以上、エッチどっちも好きなんですよ。エッチ、あの、S も、うん、ね、M もいけて、で、だからエッチやる時の誘い方は、なんかもうちょっと脇腹ツンツンして、あと、ツンツンニャンニャンってニャンニャンってなんか、これ気持ち悪いな。これ、これなんて書けばいい。付き合うなら付き合うならどっち、うん、女性、なんか女性が年上みたいな。あー、うん、女年上、男年下、年上の男性。あー、なんか分かりづらい。あ、分かりづらいな。いや、年上年下でいいか。あー、うん、まあもうみんなの意見ということで、うん、総合的にね。男子女子。あー、いや、分かりづらい。うん、男ら、ヒロミさん、中地変なプレイしたりしないと。あー、もうがっつりしますね。なんで一番変なプレーなんですか。一番変なプレーは、一番変なプレーは高校生の時に制服のネクタイで手を結んで、誰の、いやだ、相手の方、うん、結んで、で、俺がつけてるベルトで目を隠すっていう。すごいとこつくな。いや、だから高校でこんなことしちゃったから、うん、今も普通のじゃあれだよね、満足できない。中年おじさんがやりそうな。なあ、きも、待って、気持ち悪い。お前あれさ、が PV セックスさ。あ、そうそう、PV セックス、ガンガンに音楽出したから。超おすすめ、超おすすめ。 PV なんかいやらしい、いやらしいというかセクシーな感じの曲を流して、で PV のようななんか洋画みたいな、アメリカの映画の濡れ場みたいな。わかる、わかる、わかる、わかる。シルエットっていうか、なんかそんな感じ。だから俺ろうそくとか買って、ろうそくに火つけて電気消して、このろうそくの炎を揺れるさ、で壁に影が出るみたいな。なんかちょっとロマンチックなやつもしたりする。すごいな、うん、芸術的っていうか。超これいい、これ超いい。さあ回答しました、はい、あ、回答しました。じゃあアンケートつぶやきました、うん、はい、付き合うなら年上年下ということでね。、はい、男女別で分けました、はい、これはね、番組の最後で発表したいと思います。それではここで DJ ユンボセレクション、はい、モンキーマジックで空はまるでをお聴きください。企画1個に、どっちから行く。お前、結構俺やっていた。ヒロミさん、外で人に見てもらいたいとか。あ、まあ、ちょっとぶっちゃけ俺はあのハメ撮りあるさ、うん、あれをする気持ちは俺はわかる一応。あ、なんか見てもらいたいっていうよりは恥ずかしいっていうのを性欲あれに変える。あ、人に見てもらいたいはないけど、うん、人のを見たいのはある。ある、わかる、これあるある。知り合いはきついな、でも。ああ、女知り合いで男知らんやつ。ああ、それいい。男知ってるやつはいい。ああ、それいい。はいはいはい、それいいな。なんか慎太郎がどんだけ可愛い人とセックスしてて、うん、それそのセックス現場を俺が見れる状況でも見ないと思う。ああ、俺でも一回、俺あの友達のがセックスしながら、うん、こう携帯でこの角度で撮ってるやつ、吐きそうなったやつさ。あ、ね、なんか男友達だから、うん、知ってるから。あ、でも一応、まあ一応ね、うん、もうちょっと名前伏せるけど、うん、そうそうそう、ケイシやばいよな、あいつ。ボロボロ、マジか。あいつマジか。近所ケイシ、もろ出しやお前。言うなや、お前。超苦しさ、今ないと思う。総一からの付き合いだけど、近所ケイシ。3回目。もうやめて、マジでやめて、ほんとに。ダメよ。知ったなんか、わかる？だから、もしもこれが画面だとしたら、うん、女がこの状況。わかる？あー、そんなだから、こう撮ってるから、こう。こう。はいはいはい、はい。こっちの腰の部分が映ってる。はい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 。上から見る。引いたわ、ちょっと、ほんとに。言うなよ、まず。名前。曲2分ですから CM 行きます。沖大の方形ばっかりいるから。
そのままで、はい、次のコーナー終わりで次のコーナー、はい、お願いします、はい、中田猫さん、さらっとバラしたな最低だよ。いやもうね、人間はもうあれですよ。ゆうとさん、そんなことってあるんですね。ハメ撮り、ああ、いや、めったにないと思うけどね。3P? めったにないでしょ。 3P してみたくない？ああ、リアルで。でもこれ、ぶっちゃけ、まあ、女2人、1人しかいないこれ、周りで聞いたことある。 3P したことあるの？いるの？いるいるいる。男2人でしょ？うん、男1人と、はぁ、女2人。どういうこと？大平スタイル、圭一郎。いや、圭ちゃんやめぇ、圭ちゃんさん。先輩芸人やないかい。圭ちゃんさん。FEC ファン見とるよ。あ、そっか、やばいやばい。やばいやばいやばい。圭ちゃんさん、今、子持ちだよ、今。そうだ、やばい。まあ、でも結婚する前だけどね。結婚する前。めっちゃ昔、めっちゃ昔。風俗で？いや、ガチの、普通に。で流れでじゃなくてもやる前提で、今日 3P しようって言って、あいよ、じゃあ一旦みんなでご飯食べに行こうって。やばい、いいそれめっちゃ、うん、俺女2人ってめっちゃいいなと思って。いやだけど、感想聞いたけど最初はめっちゃ興奮したけど、待て、気使うって言ってた。そうだ、どっちの女も結局気持ちよくさせようとするから、死にきついって言ってた、精神的にも体力的にも。よろしくないって言ってた。よろしくないあの人最強だから、ほんとに。あの人も背中見て俺育ってるから。いやー、うん、あの人やばい、やばい人だから、やばい人だから、ボソッと言うな。はい、聞こえます。はい、こんな女いいな。さあ始まりました、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト。 KY デンジャラスのコートと中地と慎太郎です。はい、ということで続いてのコーナー行きましょう、はい、有名人の不可解な死。はい、ということでね、何何、俺こういうのが俺めっちゃ好きで、何何、ごめんね、ちょっと ね、お笑いのね、ちょっとタイムリーだから、お笑いの番組なんすけど、うん、ね、あのちょっとそういうブラックの方が好きなんで、ちょっといいよいいよ、もう下ネタ話しすぎちゃったから、そうちょっとはね。お前ら不可解な死っていう芸能人の、うん、大物、あ、もう有名人ね。あ、でもだから、うん、マイケル・ジャクソンとかそうじゃない？不可解ではない？別に。あ、まあ、ちょっと不可解、いろんな説はあるよね。なんか説あるよね、うん、あるある。そんな感じかな。そう、そんな感じあって。まあ、例えば、例えばまあ、有名人、有名人、坂本、まあ、マリリン・モンローとかだったら、おー、有名な。マリリン・モンロー。そう、マリリン・モンローは、まさかの、あの、ケネディ、元大統領と不倫していた真実があるわけさ。はいはい、これはもう本当にみんな分かる。あ、有名な、そうそうそう、ケネディってあれだよね。あ、お前も知ってた、ケネディ、うん、暗殺された人だよね。そう、暗殺された人、はいはい、大統領で、で、政財界、あ、この政治家のたちのトップシークレットを知ってしまい、CIA に依頼されたマフィアに暗殺されたって説があるの。わー、死因は映画やん。死因は自宅のベッドの上で全裸のまま亡くなってて、まあ、睡眠薬の飲みすぎの自殺っていう結論が出たけど、あ、もうこれ不審な点が、はいはい、そう多かったらしい。遺書も見つからないし、へー、寝る前は絶対カーテン閉めるっていう習慣があったらしい、うん、けどその日は閉まってなかった。怖、うわー、そうそうそう、怖いね、怖い怖い。しかも、ケネディ、しかもそのね、マリリン・モンローの電話の通信記録もなくなってた、消えてた。うわー、これそうそうそう、トイレだったった今で、日記の代わりに使っていた、うん、なんていうの、メモったりした赤い手帳もなくなってた。うわー、だからこれもケネディのだからの時に知ってしまった、アメリカの政治、アメリカの政、政界のね、そう、なんか知ってはいけないことを知ってしまって殺されたんじゃないかっていうのがある。シュプリームさんから来てますね、キム・ジョンウン氏はって来てますけど、まあ多分確かにそうだ、不可解、まあ、あれも不可解か、最近ですけど、うん、確かにそうだ、あれはいろいろあるよ ねで、もう一個が、うん、まあ、これ有名だけど、ジョン・レノン。あ、ジョン・レノン、まあ、ジョン・レノンあれやん、ファンに殺されたっていうのが有名さ、うんうんうん、ジョン・レノンと小野陽子ね、日本人ね、はい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 、奥さんが自宅のアパートへ帰宅する際、その場に待ち構えていたマーク・チャップマンっていう、まあ、ファンね、うんうん、に射殺された。うん、へえ、ファンなのに殺したんだ。で、これこの不可解なのが、その犯人は現場から逃亡せずに、その場で手にしていたあのダブルファンタジーっていうなんか本を、うん、本、あ、違うな、
ライなんとかで捕まえてって本を読んでたって。あ、捕まえたから。あと逃げないでとりあえず本を読んでたって。読書してたんだ。そうで、警察が到着するまで読書してて、そうそうそう、歩いてて、行かれてるの？あ、いて、そうそう。で、逮捕時も抵抗しないで、すんなりすんなり自分の単独行動であること、単独犯行であることを伝えて、すんなり捕まえる。まあ、だから怪しいといえば怪しい。中田猫さんからサイン断られたから射殺したって聞いたよって。まあ、そういう噂もある、ね。それはそれで怖いな。いや、それはそれで怖いけどね。怖いね。怖っ。そうそうそう、サイン断られたから鉄砲バーンして読書するやばっ。すごいね。やばっ。そうで、まあ最後でこれは俺一番怖くて、やばっ。俺めっちゃ一番怖いのが、俺もこういうの調べるの好きなんだけど、うん、一番怖いのがブルース・リーの、うん、分かる、ブルース・リー、ブルース・リー有名な、うん、燃えよドラゴンとかね。ブルース・リーがよ、怖いんだよな。ブルース・リー、お前らブルース・リー分かる？あ、もう分かる。だから、まあ、映画とか、そうそう、燃えよドラゴン、黄色いピチピチの人。ああ、そうだね。ブルース・リーはだから、まあ、なんていうの、薬の摂取しすぎで、薬物、うん、薬物しすぎで死んだってなってるんだけど、まあ、いろいろ不可解な点がある、らしくて、うん、まあ、その不可解な点はまあいろいろあるんだけど、うん、で、もっと怖いのが、あの、その息子だべ、息子、ブルース・リーの、ブルース・リーの息子は、うん、ブランドン・リーの奥さん。ブルース・リーは32歳か33歳ぐらいで亡くなってるんだけど、若い、まあ、ブランドン・リーっていう弟、うん、産んでて、はい、あ、弟じゃない、息子産んでて、その息子も同じ何俳優になったべ、そう、うんうん、アクション俳優、うんうん、なって、クローっていう、クロー、あの映画出したくさ、クローっていう映画、分からんな。で、その映画が、映画の撮影中にブランドン・リーが、ブルース・リーのこれか息子、うん、が銃で撃たれるシーンがあったんですよ、うんうんうん、本来は空砲、それ聞いたことある、あれ撃って死んだふりっていうか、まあね、演技するんだけど、なぜかその銃に本物の弾が入ってて死んだっていう。それ聞いたことある。めっちゃ怖い。俺調べてめっちゃビビった。じゃあ結果的に息子がお父さんを殺した。はっ、え、なんやこいつ、もう違うよ、なんやねんこいつお父さんはとっくに死んでるわ。あ、ブランドン・リーの方がってこと、うんうん、あ、そっちか。ブランドン・リーの死に方よ。お父さんは死んだよ、すぐ。あ、その後に、お父さんが死んだ時は、うん、ブランドン・リーはもう赤ちゃんとかだよ。ああ、なるほどね、うん、はい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 、そうそうそう、なるほどね。なんでこいつマジ俺が一番怖いな隣で聞いてる。ブランドン・リーはそのね、知らん俳優に、だから俳優、その俳優がかわいそうだけどね、うん、まあ、最近までスパイダーマンとかのあれに出てたんだけど、そんな有名な人に、まあ、その人も最近死んだんだけどね。スパイダーマンあれは主役じゃないよ。ああ、ああ、ああ、そうそうそう。だからその人からして最悪さ、いやアクションで撃ったら本物が出て本当に血が出て死んでみたいな。演技うまって思った。まあな、演技うまい、やばこいつ。そうそうそう、なんで銃にどうなんだろう、弾が入ってたのかっていうのがあって、まあ、陰謀説とかいろいろあって、かもう呪い、こう撃った人が普通に個人的な恨みでっていうわけではない。ああ、では全然違う、全然違う。もう誰かがこの偽の銃と本物の銃を入れ替えた、うん、か弾を仕込んだ。で、怖いのがで、ブルース・リーはもう10年20年前に死んでるよ。だからこの、なんていうの、息子が、息子28歳に死んだんだけど、うんうんうん、息子が全然ちっちゃい頃にブルース・リー死んでるんだけど、うん、ブルース・リーの最後の作品、うん、死ぬ前の、うん、死ぬ前のギリギリの作品で、うん、死亡遊戯ってやつがあるんだけど、そのストーリーが、この映画俳優ビリーっていう人がスタンドシーン撮影してる時に空砲に混じって殺し合いによりこの弾入れられた鉄砲がバーンって撃って死んで、それを復讐、ブルース・リーが復讐するっていう映画で死んだ場合、うわ怖っ。その時に薬で死んだべ、その撮影中に。怖っ。で、その息子がその映画通りの死に方をした、映画のシナリオ通りの、映画のシナリオ通りの、恐ろしい、やばこれしたっていう、これやばごめんね、ちょっと説明下手だったけど、そうそうそう、ああああ怖くない、怖っこれ、めっちゃ怖くて俺、怖い、誰これ考えた人、すごいね、うん、ごめんちょっと説明下手だったけど本当に怖いなと思って、すごい人生だね、で伝説だね、こんな死に方は、うん、まあ、ちょっと言い方悪いけど、そうだね、怖ー。中田猫さんからも怖いって来てます。そうそう、怖いんですよ。シュプリームさんから、飯島愛知ってる、えひろみさんがソープ嬢として知ってる、
芸能人で、でもいっぱいいるみたいですけどね、うん、芸能人でやってる人、怖いんですよね、怖いんだよね、いろいろ怖ー、上に行けば行くほどだね、芸能界として地位が上に行けば行くほど、うん、うわぁ、つながりとかがあって、確かにね、まあいろいろあるんだろうね、あれでしょ、だからあれでしょ、なんだっけ、ケネディ大統領に関しては、うん、2000何だっけ、30何年まで、うん、政府が隠すんでしょ、証拠を出さないって言ってるらしくて、うん、2030何年まで証拠隠すっていう、へー、言ってるらしくて、でもなんかちょっとワクワクしね、人が死んだ話題でね、ワクワクしたらちょっと、うん、そう、逆に楽しみじゃん、その2030年、ちょっとスパイで、だからこの現実世界にいるっていうかね、そういう やる人で、ミッションインポッシブルみたいな感じで、うん、確かにいるんだね、本当にいるっていうのがね、ちょっとワクワクするね、でちょくちょくね、はいはい、諜報部員とかでなんかニュースで捕まったとかあるから、うんうん、ああいうのめっちゃなんかワクワクする、うん、なりたいスパイに無理だよ、ね、スパイなりたい、存在薄いからな、あー全然いけると思う、でも全裸になるよ、なんでスパイ中全裸なんでスパイ中全裸ならんから、はい、ということでですね、皆さんもね、不可解な死にはご注意ください以上では一旦ここで CM に入ります、はい、激アツ、激アツって言ったらあれだけど、でも伝説の人はそんな死に方するんだろうな、なんかね、あるよね、だ俺らも先輩に言われたの、アーティストは何歳だったの、アーティストっていうか、アーティストっていうか有名人は、うん、有名人は早く死んだ方がかっこいいぜ、うん、だからお前らもなんか麻薬とかやって早く死んだ方がいいんじゃんっていう、その方が伝説だ、バイバイじゃねえ、バイバイじゃねえ、いや 今の段階で死んだらただの死んだ、そうっすよ、意味ないただのや、なんかもう絶頂をブワーってね、階段を駆け上ってって、うん、これからだっていうぐらいの時に、うん、なんか不慮の事故でパタッとね、うん、ただ二十歳が死んだだけだよ、俺たちが、そう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 、二十歳の YouTuber が死んだ、そうそうそう、あ、最近びっくりしたのが OTV のさ、なんか募集、うんうんうん、社員募集に YouTuber がCM で流れてるからね、これ YouTuber があったの、うん、どういうことだろう、そういう時代なんだろ、 YouTuber として OTB に就職するってこと、めっちゃそことねえぞ、 OTB チャンネルみたいな、なんかどういうことなんだろう、すごいよな、わけわからんけど、わけわからんけど、急に、なんかね、急に黙る、そう、急に静かな、めっちゃ金曜日って感じしない、今日まだ俺、デンジャラスナイトが金曜日っていう感じが抜ける、俺もあるわ、金曜日っていう、全然抜けない、うん、曜日の感覚がなくなるんだよな、あ、学校行ってないとかね、こいつマジやばい、こいつ、あのね、俺たち、大丈夫、じゃあ終わったら、うん、5秒前、KY デンジャラスのデンジャラスナイト、はい、 KY デンジャラスのデンジャラスナイト、 KY デンジャラスのコウタと中地と慎太郎です、はい、お願いします、慎太郎よ、うん、やばい、だから何が日曜、あ、土曜日か、土曜日にお笑い米軍基地というライブの名護公演があって、うん、はいはいはい、名護に行かんといけないかったわよ、朝の8時な、うん、あ、きつかった、で、ギリギリまで俺たちその朝の4時ぐらいまで、うん、KY チャンネル撮影をね、うるましとかでしてて、うん、そっから宜野湾に帰って、うん、あと2時間後、うん、寝て2時間後にはもう起きて名護行かんといけないっていう時に、うん、こいつは何もないから翌日、うん、まあ、毎日何もないけど、うん、あるよ、なんか、うわーみたいな、俺はずっと寝れるわって言ってから、うん、腹立って、なんやこいつ、なんだばこいつと思ったけど、うん、まあ、おもろいなと思って、うん、じゃあ翌日起きたらね、うん、LINE してって言ったばよ、うんうん、で、なんていうの、まあこいつ遅いから、うん、昼の11時とか12時ぐらいに、うん、俺たちが昼飯食ってるぐらいに、うん、なんか今起きてよって来て、うん、ムカつくんだろうなって思ってたら、うん、こいつ翌日の、うん、夜の6時半夕方の6時半に今起きたって来て、マジで衝撃的、やば、衝撃的だった、やば、もう俺ら名護で10時間ぐらい過ごした後ぐらいにこいつ起きてから、すげえ、ほんとにね、何してんの、まあ、お前そんなもんだよそんなもんよ
人生、うん、俺ぐらいになったらまあ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 で、かっこいいよ。さらに加えた言葉が、うん、もっと眠いってさ、すげえ。ちょっと眠かったな。そう、すごいなー、すごいなと思って。病気だそれ、早く死ぬんじゃん逆に。怖いね、うん、それ怖い。起きてよ。寝すぎて。ということで、ひろみさんから慎太郎くんっていつも何してるの？芸人じゃないし何者？いやまあ一応でもこれはちょっと気になってる人。確かに俺も未だに何者かもわからない。俺もわからないです。お前誰？何？まあ、一応職業。何職業？職業は一応自営業見習い的な。お前がしてるわけではないから。見習い、じゃあだからもう、まあ、親のお仕事も、うん、今から手伝いだからね。まあ今の仕事はお前ゲーム実況みたいなもんだろ。正直。まあまあまあ、まあ、うん、そうなんですよ。すごいんですよ、金持ちなんですよ。すごい人です。中田猫さん、寝すぎ羨ましい国王って。国王みたいな生活しても国王だよ。確かに国王でもそんなねえな。ということで、KY デンジャラスのデンジャラスナイト、アンケートバトル結果発表。はい、ということでね、今週のお題が、付き合うなら年上、うん、年下。あんまり実感がなかったんでね、はいはい、どんぐらいアンケート入ってるのかな。20分、30分ぐらいかな。いや、18分。18分。あ、でも、すごい。429票入ってますね。すごいなぁ。おー、すごい。付き合うなら、付き合うなら、回答男女別でお願いします。1位男性年上。うーわうわーうーわ。いやだからそうでしょ、そうでしょ、年上か。だから男は年上の女性と付き合いたいって言ったでしょ。うん、そうだよ絶対。その人の方が多いよ、絶対。マジか。うん、今で2位女性年上だ。うわー、やっぱほら俺が言ったやつ だ。 あーで、そうだ、ね、全員年上が好きなんだ。そういうことね、上上ってことね。男は上を見て、女も上を見てるから、もうズレが生じてるんだっていう感じですね。そんなもんか、うん、で、男性年下 10% で、女性年下 12%。 まあ2つは低い、うん、やっぱどっちも年上好きなんだ。圧倒的だね、しかも、うん、圧倒的だね。うわー、年上か、年下な。そうなんだ。責任感が重いから嫌なんだよな、付き合うのは。やっぱ男女ね、遊ぶとかだったら全然大丈夫だけど、付き合うってなったら年下はな、うん、怖いな。でも頼りないけどな、年上の年下の男性と付き合うって一応は。あ、女からしたらよ。どうなんだろう、可愛いってなんのかな。頭のいいところに就職してる人と付き合いたい、うん、お前。うん、そ、女が感じるやつじゃない、それ。なんでお前が紐、なんでかな。紐になりたいの。うん、そう養ってほしい。ペットでもいいかな、俺。付き合うんじゃなくて、ペットとして飼っていただきたい。右肩に乗ってるみたいな。中地が右肩乗ってるみたいな。首輪もつけて、しっかり。どうせなら俺は奥さんに勝ちたいんじゃん、収入一応は。まあ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 。ああ、まあそうか、そうか、まあそうだね。ひろみさん、お金あるし、しっかりしてあるから年上の男性魅力あるよ。ちゃんと読め、ちゃんとしてあるからね。はいはいはい。ひろみさんね、旦那さん年上かな。あー、どうなんでしょう。年上男性魅力あるよ、やっぱ金があって。いや、ぶっちゃけ男が上、女が下が一番いいよ、うん、ぶっちゃけね。もうどんなにあがいても一応はそれが理想であると思う、うん、だからこれ言ったら勝ちなんだけど、うん、正直精神年齢男2個低いから。あー、よく言われてますね。だから男が2個上ならちょうど同級生ぐらいです。例えば、うん、男が年上じゃないと。お前だから、お前が2個上の女性と付き合ったらお前4個差やで、精神年齢。やば、もっと上と付き合ったらもっとで。あー、あー、でも俺最近、俺友達っていうか、なんか知り合いに、うん、23歳の人がいるんだけど、うん、先輩で今50歳の女性と付き合ってるやつ。へー、うん、ビビらん、超年上、うん、ビビるんじゃん。で、男が23、その男23、彼女50ちょいで、その50ちょいの彼女は、うん、まあ一応別れてて、旦那さん、うんうんうん、旦那さんとか、もうね、旦那さんと別れて、子供がいて、うん、子供はもう30とか。自分より上。そう、これはね、だから自分の彼女の息子が自分より10個ぐらい年上だから、俺どういう感情なんだろう。でも、すごい可愛い、使ってるっていうか、ホームとかも
そういうの彼女らしい、ご主人。ああ、もう普通に、もう普通のカップルみたいな。お金目的とかそういうのじゃなくて、全く普通で。いや、50と付き合うのは、ちょっともう、すごいね。だからもう不思議っていうか、もう、不思議な。わけわからんね、世の中。いや、もう本当に好きってわからない。うん。突然だからね、好きは。すさまじいね、世の中。うん。ヒロミさんから、はいはい、同じ年と結婚されてるんですよ、はいはい、意外と友達みたいで楽しいけど。ヒロミさん同じ年なんだ。あ、もう同じ年俺いいなと思う。いいけどね、うん、全然いい、全然いい、話しちゃうし、全然はいはいはい、同じ年か、全然いいけど。中田ねぷさん、50、夢ある。いやー、きついでしょ、うん、きついでしょ。どうやったらうまくいくの、ね、25個差ってね、27個差か。だからね、曲とかね、分からんけど、50歳が何聴いてるか分からんけど。シュプリームさんから、うん、フランスの大統領の奥さんは自分の学生時代の先生でしょう、はいはい、うわぁ、 AV やん。あ、でも女、あ、そう、 AV やん、 AV だな、うん、 AV やん、フランスを束ねてる人、 AV やん。おい、 AV でもないけど、別にすげぇ、かなり年が離れたら話が合う。逆に合わないんじゃない？合わないと思うけど。合わないでしょ、ジェネレーション。逆に楽しいのかなと思うけど。ああ、お互いの世代のことを話し合って。ああ、逆に話し合う。俺たちぶっちゃけ知ってるやん。そう、あ、知ってる同士だから。うん。確かにね。知らないことを、意見を、いろいろ言い合って。確かに。でも、必ずあっちが先になくなっちゃうわけでしょ。ああ、それきついね。ね。そっか、そっか、それ。寂しくない？ということで、KY デンジャラスのデンジャラスナイト。皆さん、年上でも年下でもね、はいはい、結局相手によるんでね、うん、ぜひ自分のね、好きな人、運命の人、小指がね、赤い糸同士で結ばれてる人を見つけて、皆さんもぜひ恋愛してください。以上、KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。さよなら。めっちゃ最後いいやん、なんか。こんな感じじゃないだろ。中田のことさん、お疲れ様でした、ということで。ということでですね、中田ねぷさん、お疲れ様でした。あ、ヒロミさん、教え子とかよくある話。え、めっちゃいい、先生とセックスして。首里頭もいたやん、エロい先生。あ、おっぱいでかいやつ。あの、ね、そう、その先生、癖があって。中地、なあ、あの、綾子先生。あ、癖があって、なんかペンを、なんかこう丸つけるペンを、巨乳なんですけど、おっぱいのこの、谷間に挟んで、めっちゃ動かすっていう癖があって、めっちゃどうやろ、俺そのペン食べたかったもん。もうね、ということで、はい、今日ですね、いつもミキサーをしてくれた、1年間してくれた湯波さんがデンジャラスナイト最後ということで、ケーキ持ってきました。ありがとうございます。すいません、じゃあ湯波さん、ちょうどじゃあお前に、もうそしてカメラの前に、いやもうね、おめでとうございます、本当に。すいません、コンビニで、ありがとうございました、本当に。ありがとうございました。すみません、本当にもう、いや、1年間、与那嶺さんにね、本当に、え、去年の何、ちょうど1年ぐらいですか、7月の頭から。そうだ、じゃあちょうどか、ちょうどぐらいですね。ちょうど1年ぐらい。だって毎週欠かさずだからね、うんうん、え、じゃあリアルにちょっと、じゃあ多分なんだかんだ言って一番、はい、あの、この全員の中で、はい、あの、僕が最初ミキサーやってたのは、はい、あの、あ、そっか、あ、2人いましたよね。あ、じゃあ与那嶺さんの集合、はいはいはい、あの、ゴールドリードと、はいはい、KY デンジャラス、あ、はいはいはい、で、ゴールドリード途中からレコンボに変わったんで、はい、多分なんだかんだ言って1年見たのは KY デンジャラス。うわー、そっか、すごいね、嬉しい。え、じゃあリアル、まあ時間ないんですけど、リアル今まででじゃあ一番印象に残ってる回を教えてもらっていいですか。印象に残ってる回か、でも KY デンジャラスの、あ、皆さん、じゃあちょっとコンティニューコインちょっとお願いします。皆さんコンティニューコインお願いします。あとちょっとね、結構、はいはい、電話つなぐ系とか、あー、面白かったし、うん、で、実際に呼ぶのも面白かったし、ホストの会、あー、はいはいはい、ホストの会は確かに神回でした。ホストの会ね、とか、ああいう系とか面白かったな。尋常じゃないよ。ありがとうございます。めっちゃ来た。愛知県のユーミンさん、かわこちゃん、マリンちゃん、ローズさん、アッサー、ユーミン、アッサー2枚もありがとうね。ありがとうございます、本当に皆さん。ありがとうございます、本当に。中田猫さん、ユナ皆さん、お疲れ様でした。ありがとうございます、本当に。ありがとうございます、本当に。今週の金曜日まで。金曜日までいますね。なるほど。まあ、僕たちのね、ラジオは本当に最後と言って。ヒロミさん。すいません、本当に毎回。お母さんでした。あ、そうそうそう。毎回、本当申し訳ないです。笑い声とか入ってると思います。あ、本当にありがとうございます、本当に。
一応俺的一番印象残ってるのはこの1年で、一応浮気のやつ面白い。浮気だね、浮気だね、やけど一応あれ、ね、2日前にまた別れました。誰やまた結果別れたんだ。結果別れました。そっか、あれあのちょっといろいろあって、はい、あれがガチで消さないといけない。そうっすね、事務所的にも。そうか、 YouTube にも残ってない。一応念のため僕は、そうそうそう、はい、多分保存したやつがあると思うんですけど、多分もうネットワーク上にはそうですね、消されてます。そうですね、そうそうなんですよね。じゃあ僕も見て乗っけられないっていう、はい、事務所生あの時にあれだったんだよ、だから高校生だったんだよ。あ、はい、今はもう高校生、今は大丈夫だけど、うん、確かに暑いだろうとか、はいはい、そうなんですよ。え、リアルでぶっちゃけどこまでが放送禁止証拠なんですね。いや、今もう本当はダメですよね。今日もいろいろ言ってきたけど、結局あのなんかい大きいところはそれだけ聞いてる人が多いんで、はいはい、ダメだろうって、それこそすぐ BPO とか、はいはいはい、コミュニティはクレームが良くも悪くも、はい、あんまりクレームが来ないから、あ、そっか、ギリギリなのか。じゃあ結局クレームが来なければいいってグレーゾーンが、まあ、極端な話極端な話、あとはもう、はい、人傷つけないレベル。あ、まあまあ、うん、まあ、僕たちだいぶ傷つけたい。ボロボロでした。あ、俺このラジオを俺のイメージはもうツイキャスしてるぐらいのイメージなんですよ。あ、まあ、ラジオも、ね、この前那覇メインプレスでデコボコのラジオ、まあ、メインプレスの、ね、下の駐車場であの、ね、自動車で流した時にデコボコラジオしてて、はいはい、うわ俺たちこんなとこでそうクリトリスとか言ってんだろうって終わってると思って確かにね。だから俺たちも実は最初は下ネタがめっちゃやりたかったんですけど、はい、様子見てたんですよ。あ、徐々に、ね、おっぱいって言ってチラッて動くときにそうあ、これはオッケー、オッケー、おっぱいオッケーね。徐々に行って、おっぱいオッケーね、うん、で、クリトリスとか、うん、まんじるぐらいでチラッて見たときに、うん、大丈夫だったときに逆に、うん、あれ大丈夫これ大丈夫かな俺たちが心配だったっけ。俺たちが逆にそうでもなんか前に番組持ってた人で、はいはい、昼の1時、はい、金曜日の昼の1時間の人だったんですけど、はいはい、もうそういうことが普通に言ってました。昼の2時から1時から1時からやばいな。まあでも言うんだやっぱ結構良くも悪くも聞いてたら苦しい。まさにその中でズバッてハマった人からクレーム苦しいみたいな。今のところそれがないからまだ起きる。じゃあ皆さんクレームはぜひ。実際来たことはあるんですか僕たちの番組以外。歴代で、あの政治的なものでちょっと。ああ、なるほどね。下ネタは今のところはまだないかな。あ、確かに。まあそっか。まあわざわざ下ネタで言う、ね、言うのは恥ずかしいからね。食い取りして言うなって言うのは恥ずかしい。まあまあ確かに。まあね。嫌って思ってる人はいるかもしれないけど。どうなんでしょう。まあ聞くなってことで。どうしよう。下ネタ嫌いなやつ。なんで上から目線だ。すげえ。おかしいだろ。じゃあリアム結局じゃあラジオやってみて一緒に。はい、あのコウタと中地、ヨダケさんが女の子ならリアルどっちつけないですか。やっぱ。もうね、あ、本音というかずっと見てきてるから、はいはい、男としての魅力はどっちかです。リアルな感じで。まあ一応ね、ヨナミさんのまあね、好みもあると思うんですけど。いやでも、はい、多分他の人と一緒になるかもしれないんですけど、はい、多分大方イメージ遊んでそう。ああ、なるほどね。あ、実は真面目です。確かに、はいはい。でも実は反対なんじゃないかな。そうなんすよ、ね、そうなんすよ、ね、ヨナミさんめっちゃ笑ってるわ。やっぱ一年見てるからすごいそうなんだよね。そう、俺の方が真面目なんですよ、意外と。あ、ヨナミさんすごい、やっぱ見抜いてる。完璧や、見抜いてるわ。じゃあ僕たちも逆にヨナミさんちょっと見抜いたの言っていいですか。ヨナミさん、あの人の不幸話多分好きっすよ。そう、俺たち、もう半年目ぐらいで気づいた。半年目ぐらい、ヨナミさんが笑ってる時ってなんか中地がお父さんにお笑い芸人向いてないって言われた時とか、なんか人のがなんかね、わからない浮気の時とかもだけど、ヨナミさんチラッと見たらめっちゃ笑ってて、ヨナミさん多分人の不幸が好きなのかもしれない。そうなんか死なない程度の不幸ぐらいだったら面白い。死んだらガチになるので。あ、まあね、まあまあそうですね。
確かに人の不幸多分漫才とかラジオでするよりもそういうのの方が好きっすよね。で一回そのさっき言ったラジオあるじゃないですか、はいはい、さっき言ったラジオの人が、はいはい、なんか女の人、はい、友達みたいな人呼んで、はい、この人なんとかなんとかだよなんとかなんとかだよって言って、はい、この女の人急に泣き出したんですよ。ええー、言ったって私はあんたの言ってること分かんないよって急に、喧嘩みたいななってめっちゃシーンってしてガチな怖っ。で、その場に僕もいたんでヤバとかって思ったんですけど、あの後聞き直してめっちゃ爆笑してましためっちゃ好きじゃないですか。めっちゃ好きじゃないですか。それはやあれ確かにね、雰囲気で動画で見たらめっちゃおもろかった。動画で聞いたりとか、その大体あるじゃないですか、その他人みたいな感じで、はいはいはい、で、はい、話すからそれで聞いたら、まあ結構でも大体の人がそう思ってると思います。やっぱりヨナミネさん俺ら敵手だった。それは面白いわ。でもぶっちゃけヨナミネさんがそういうのをよなんかで、ね、笑ってくれるから俺たちも自然にそっち行ったみたいな。そうそうそう、それもあるかもしれない。無意識にじゃん、責任ってこと。無意識になんか引っ張られてたわけ、ちょっと引っ張られていったのかもしれない。あります、あります、もちろんあります。あーなるほど。ヨナミネさん、ヨナミネさん今後今どこに行くんでしたっけ。海外でしたすぐではないです。2年後ぐらいにちょっと台湾の方。あ、まあ、そう、台湾好きなんですよ。好きです。え、親とかとかでは関係ない。あ、関係なくて、ただ単純に台湾っていう国が好きで。そうそうです。最初はかっこよくない芸能とか好きだったんですけど、はいはい、映画、ドラマとか。あ、なるほど。音楽好きで、はい、でそこからまあだん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 好きになっていって、好きになっていって、はい、いろいろ交流したいなとかと思って、でも大学の時もそういう団体にいたんですけど、はい、で働いてみてまたいろんな人と会って、はいはい、もうちょっといろいろやりたいなって思って、すごい。台湾に暮らすってことですか。ではなあ、もう暮らす、移住、移住ってことですか。移住、いやずっとではないです。ずっとあ、まあしばらくはする、はい、すげー、台湾語っすかあれって。中国語、中国、中国語もう勉強しは、いやこれからです。今はもうすげー。あ、2年間勉強していく。はい、すげー。いやめっちゃ楽しみっすね。まあ軽くです。まあまあ、まあ、ここあっち行けばどうにかなるんですよ、はい、うん、楽しみっすね。なんか僕の弟が台湾留学するんですよ。すごい。なんで多分ね、そうかもね。すげー。じゃあ僕と似たやつ見つけた。声を見てください。似てるんすよ。3つっぽいっす。めっちゃいい。顔一緒っす。可能性ありますね。あります、あります。へー、すごいなぁ、ヨナミネさん。ということで、ヨナミネさん、本当にありがとうございました。すみません、ありがとうございました。本当にお世話になりました。ヨナミネさん、本当に聞いてください、ツイキャスで。コメントしてください、ヨナミネさん。します、します。僕たちがブラックな話題したとき、めっちゃの WW、めっちゃ、めっちゃコメントでやってください。なんか、今日の、あれ、使いましっすよね。ヨナミネさん。アンケート。アンケート。はい、はい、そうですね。一回やつで喋ってますよ。あ、そっか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 、はい、そうだそうだ。デジャブと思ったら、おー、喋ってるやつでした。あ、そうそうそう、そうなんですよ。あ、そっかそっかそっか。あ、そっちも聞いてるんですよ。すげえ、そっちも聞いてくれてるんですね。で、前シュプリームさん呼ばれてました。あ、そうだ。聞いてました。すげえ。正直こっちの方がやりやすい。思わん。あ、そうですね。シーキャスがないから、反応がわからないから、はいはい、難しい。難しいんよな、めっちゃ。すげえ、めっちゃ聞いてるわ。え、でもね、もう今回から、はい、すみません、本当にだいぶ迷惑かけると思います。キャンさん、よろしくお願いします、ほんとに。僕もまだまだ。あ、でもキャンさんもそのままもう一緒に。いや、もうヨナミネさんも全員で。あ、まじで。ちなみにキャンさんが好きな、じゃあキャンさんが好きな、なんか笑いというか、好きな話題なんかあるんですか。逆に大事だ。好きな話題笑いで、笑いというか、やっぱヨナミネさんはブラックな話題が好きじゃないですか。そうです。キャンさんはちなみに何が好きなんですかね。下ネタは一応好きですよ。じゃあ下ネタは男みんな好きなんですよ。あ、まあまあまあ、俺のお笑いの先輩も言ってたんですけど、このね、男の年齢関係なく一緒に喋れるのは下ネタなんです。はいはいはい。自分正直、はい、中学生までは真面目すぎてあんまり分からなかったんですけど、逆に周りがなんかこれで盛り上がってるから、あ、これ言っとけば、あ、なんか無難だろうと思って、まあ、下ネタ言っとけばとりあえず付き合えるからみたいな、みたいな感じで覚えてったら、高校生でめちゃくちゃ宮中エロいな。うわ、逆転したもん。生徒会長がど下ネタ言ってんだけど、生徒会長なんですか。生徒会長なんですか。まあ一応、出身は沖縄市の宮里っていう。沖縄出身。
で、ヨナミネさんは那覇ですね。だからもう、宜野湾が一人もいないです。宜野湾が一人もいないです。そうなんだ、そうだ。 FM 宜野湾、中田猫さん、キャンさんよろしくお願いします。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 本当にね。あ、じゃあキャンさんも下ネタ好きってことは、うん、はい、じゃあまあもうね、うん、そういうらしい。放送禁止用語です。キャンさん的に放送禁止用語はどこか。僕的に放送禁止用語はもうなんかもうウッつってもう自分がもう規制入れるよ。声で入れるんですか。ああもう新しい。え、間に合うんすか。いやもうクリトリス。あ、終わったじゃないですか。絶対間に合わないっす。間に合わないっすよ、そんな生で。その最後声で入れるっていうの。まあそうです。あ、でもお願いします。ぜひ何か。よろしくお願いします。本当に、じゃあ今後も下ネタみたいな話を。お願いします。よろしくお願いします。ということで、皆さん、ゆなみねさん、台湾に旅立ちます。旅立ちます。旅立ちますじゃないですけど。まあ今週金曜日までなんですけど。いるんで、皆さん、ぜひね、応援してください。お願いします。ということで、以上 KY デンジャラスのデンジャラスナイトでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ゆなみねさん、ありがとうございます。ありがとうございました。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとう、みんな。バイバイ。そうです、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。マジで。いいです。ライブ、全然見に行くので。あ、ぜひ。2年いるってこと。はい。本当。またいるので、ぜひ。私からも。います。いい、わざわざ。ちょ僕セレクション。2人でお金出し合って、中市セレクションなんですけど。センスがないかもしれない。なんでモンスターなんで。あの、ビール、あ、ビール好きですか。ビール、ビール、はい。おお。あ、嬉しい。アドバイザー。アドバイザー。渋いコロナかバドワイザーで、あーなるほど、かハイネケン、あー楽しみで、缶よりかは瓶かなと思って。いいっす、全然。確かに瓶でビール買うってあんまりないっすね。でもなんか、ヨナミネさんまた会いそうな気がする。よく会うってプライベートで、なぜかね。今のとこ2回ぐらい、2回ぐらい。すごい、すごいな。しかもちょっとした瞬間に会うはずのないとこで、この前もよくあのタイミングで気づいたなっていうような感じ。すごいっすよね、あれね。だって、あそこでヨナミネさんが止まってて、車は。車で分かったんすか。僕はヨナミネさんで分かりました。あ、乗ってるんで、顔で入るんですよ。すげー。もう銀の皿だったら多分すぐ分かります。バイト中に。そう、バイト中に。しかもあっちのあんま行かんのかな。ブラスでもちろん沖縄って。偶然、あれエリア外なんですか。はい、偶然エリア外は珍しいと思って行ったら、いたんだ。同じ偶然だったね。目の前のアパート前は終わったんですよ。あ、そうっすよね。キャンさん、今は沖縄市に住んでる。今は沖縄市に住んでる。うわー、時間は多いっすね。大学だけが名古屋だったんで、その間だけ一人だし。名古屋？名古屋。名古屋。うわー。じゃあ、ずっと中国部なんですか。ずっと中国部。まあ、何人かそうですね、知ったことあるからね。遊びに行くぐらいです。大丈夫です。ここ1年ぐらいはでも、あれでした。いろいろ。ドラマ撮影のエキストラとかで、結構南部の方も利用して、すげえ、すごい。ドラマの昇格で、あ、ああ、やってたんすか？すげえ、めっちゃやりそうな。後ろでこんなやつやってたら友達に会いました。あの動き絶対感じません。ずっとクーラーの中にいるから熱くなったりシャーってなったりしますよね。